さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。いや暑いですよね。あ、いつも暑いって言われる。あ、そういうことじゃなくて、あ、もうだいぶ、あ、そうですね、気温がね、気温がじゃないですか、はい、汗かくと、はい、私汗もとか出やすくなっちゃうんですけど、すごいですよね。僕も小さい時は本当にいつも湿疹でした。本当にすぐ弱かった肌。あんまりお悩みないですか。あ、そう、汗をかくっていうのは、うん、で、あ、でも金属アレルギーで結構肌、汗に反応して荒れちゃったりとかはします。綺麗な肌してるよね。でもね、ジブジだね。大変なことになってます。あ、大変なことなんです。それぞれ、はい、まあ、悩みがあると思うんですけれども、はい、今回ご紹介する企業様なんですが、はい、自らの経験で大学時代から20年間ひどい肌荒れに悩み続け、徹底的に化粧品の勉強をしてきたというこちらの企業様ご紹介します。どうぞ。氾濫する情報に囲まれ、何が本当なのか判断しづらいこの時代、女性の肌が本当に綺麗になるために何が必要なのか、それを追求し続けている女性がここにいる。株式会社ナキュア代表取締役、菅原皮膚科クリニック副院長、菅原由加子。皮膚科医でありながら自らもひどい肌荒れに悩み続けた菅原は、その原因が化粧品に含まれる化学物質だと考え、徹底的に化粧品の勉強をする。試行錯誤の末、自身も納得の本当の無添加化粧品の開発に成功。同じように肌の悩みを持つ多くの人々へ向けて、正しい知識を身につけてもらうため、さまざまなメディアを使った情報発信をし続けている。今回そんな菅原に、肌に関する正しい知識とは何か、本当に大切なこととは何か、話を聞いた。まず最初にですね、業務内容から教えていただけますか。はい、お肌に優しい完全無添加化粧品を開発、うん、販売しております。あ、完全無添加なんでできるもんですか。はい、できるんです。へー、はーい、いいね、そういうのがね。はい、食品でもそういう、あの、化粧品でもね、多分難しいんでしょうね、それ作るのね。そうです、すごく、あの、ね、本当に時間がかかりました。私自身本当にすごく肌が弱くて、20年間肌荒れに苦しんだんです。はい、そうなんです。すっごく苦しみまして、で、あの、ある時その20年間の肌荒れの原因っていうのが気がついたんですけど、それが化粧品に含まれる化学物質だっていうことに気がついたんですよ。そういう反応が出ちゃうっていう。そうなんです。で、それでそういう、お肌に負担がかかる化学物質が入っていない化粧品を私が作んなきゃと思って、普通はいろんなものを探すんですけども、あ、探した後に、探したの、でもなかったんですよ。そうなんです。そしたら自分で作っちゃうという。そうなんです、もうそれしかないと。そこなんですね。そこなんですね。この番組に出ていただく方は本当にエネルギー、はい、パワーを持っていますね。そうなんですね。エネルギーを自分で作っちゃってる人もおられるからね、怖いんですけどね。やっぱりそういう方なんだよね。はい、そうですね。それでも自然治癒力、人間が持つね、その自然治癒力を生かした、で、お肌をこう助けるための化粧品が大事だっていうことが分かりまして、それで、開発して、自分を救うためっていうのもあるけども、それがイコールたくさんの人を救うことにつながられるっていうことですよね。ね、悩みの方はいっぱいいるんでしょうね。いっぱいいらっしゃいます。いっぱいいますか、やっぱりね。はい、いっぱいです。はエグも気にしてるもんな。うん、そう、綺麗じゃない。いや、まあ、綺麗よ。まあ、1センチぐらい塗ってますよ。もう、そうさん、それは言い過ぎです。僕のメイクは30秒、彼女は何 ?3 時間ぐらいになってるな。まあ、そういうことにしときましょう。そうです、皆さんのおかげでこうね、こちらの、こちらの菅原さんも綺麗でいらっしゃいますよね。はい、すっごく綺麗。今日は両方とも菅原さんに俺は、あの、囲まれてるんですけどね。ありがとうございます。もう綺麗だ、綺麗ですね。いやいや、もう何も喋んなくてずっと眺めてるから、もう頭の中何も働いてない。せっかくですから、お話を伺いしないと。はい、どうぞ聞いてください。どうぞ、お肌磨
垣研究所というものも運営されているということだったんです、はい、そうなんです。こちらはどういったものなんですか。はい、今はもう氾濫する情報で、はい、もう何が本当のことなのかっていうのは判断難しいですよね。本当にそう思います。いろんなでもいっぱいあるしね。そうなんです。それで本当に綺麗なお肌を女性が手に入れるためには正しい知識を持つっていうことが大事なんですね。でその正しい知識を得るためにお肌磨き研究所っていうのを私がこう作ったインターネットサイトなんですけど、そこで本物が分かる知的女性を育てるっていうのがコンセプトなんです。知的女性はい、はい、そういうインターネットの美肌サイトです。はい、でたくさんいろんな美肌サイトっていうのもあるんですけど、結構いろんな方がいろんなことを言ってるんですね。そういうところでも口コミという形、口コミもそうですし、なんかコラムニストの方が、はいはい、こっちの方はこう言ってるけどこっちの方はこう言ってるって、やっぱりねもう情報が氾濫しすぎてるんですね。そうですね。でも私はもう本当に自分自身の体験、それから患者さんもたくさん教えてくださったことがありますので、ギュッとこう体系化して、それで正しいことは何かっていうのをこう大きくこうきちんとあるので、それが分かってれば、どんなにこう外野 の、 間違ったことが入ってきても、それは違うというふうに判断ができる、そういうインターネットのサイトを作ってます。女性大事だもんな。はい、いや大事です。いや男性も大事ですよ。男性も年になってくるとね、はい、何も許可してないのにいろんなもの出てくるんですよ。許可してないで僕らざーっと一年中こう太陽光線浴びてるようなところあるでしょ、ね、はい、それにしては綺麗ですよね。いや結構なくなったんですこれ、ね、そちらですね。いやいや、はい、ね、でも自然にこう、何かケアしたくなりますよね。男性ですね。男性はやってないですか。男性なんですけど、はい、男性にはね、私はね化粧品使うなって言ってるんです。おー、なるほど。はい、はい、でなぜ男性に使うなっていうふうに言ってるかというと、うん、まず女性なんですけど、はいはい、女性も化粧品を使うことでご自分の肌を壊してる。あー、うん、でなるほど。そうそう、その化粧品はその、ね、肌に負担がかかる物質が入ってて、うん、でそれがお肌を壊してしまって、うん、でもその他にお肌をコーティングする、肌の表面をコーティングする物質っていうのも入ってるので、うん、つけてお肌自体が壊れててもコーティングされてピカピカに見えるので、その塗れば、あ、私綺麗っていうふうに思っちゃうんですね。なるほどなるほど。そう、それが女性今ね、勘違いなんだ、ね、そうなの。それでもう化粧品を手放せなくなってるでしょ。で男性も同じように化粧品を使い始めてしまうと、うん、同じことが起こってくる。あ、うん、今全然使ってなくてご自身のお肌で潤えてるのに、それを使ってしまうと肌構造が壊れちゃって、それで健康じゃなくなるのに、一応その入ってるコーティングするもので なんとなくねお肌がこう潤って見えるから、なんかこうツヤツヤしてるように見えて、そういう方が多いんですけど、実は健康なお肌ではないっていうことなんですね。使わない方がいいんです。顔洗うぐらいはいいですか。顔洗ってください。顔洗ってくださいね。はい、そうですもん。逆にもなんか油を落とした方がいいでしょ。あ、そうですね、ある程度は。そうですね、ある程度はね、そうですね、それも優しく洗っていただいて。優しく、そうです、優しくっていうことですね。人に洗ったしいぐらいだね、はい、その後化粧水とか乳液をつけない方がいいですよっていうのが、うん、そうです、男性はね。そうですね。ここでクイズを2つさせていただきます。クイズ、はい、クイズです。なんだろう。さあ、宮沢さん。あ、僕ですか。はい、はい、シャンプーはどのような体勢でしていますか。こうやってる。シャンプー。こうやってる。シャンプーはもうこうやってますね。こうやってやってますよね。ダーッダーッてね、かけ、そしてシャワーでダーッてかけますよね。はい。それはね、ブッブーなんです。なんで。みんなそうでしょ。でしょ。みんなそうなんですよ。で、ね、男性が化粧品を使いたいっていうのは、なんか肌がガサガサするから、それだったらじゃあ化粧品使おうっていう発想になるじゃないですか、はい、でその肌がガサガサする原因っていうのが、うん、そのシャンプーの仕方なんですね。で、こうシャンプーつけるでしょ、ね、でシャンプーっていうのはそのね、化粧品よりもずっとずっとすっごいお肌に負担がかかる物質っていうのが入ってるんです。それがガーってやってたら髪バーってつくでしょ。あ、みんなつきますね。つきますでしょ。そしてシャワーでダーってやったら、それもまたダーってつくでしょ、うん、そこでお肌が壊されちゃうので、そこでカサカサ肌が生まれちゃうのでいけない。あ、そうか、はい、このぐらいになったらちょっと気にするしかないか。
このぐらいの年になったら、そうですね、まずだから、若いうちからか、いやいやいや、もう若いうちからでもこれからでも気にして、あのシャンプーはあのまあちょっと男性の方恥ずかしいかもしれないですけど、顔につけないように洗う時もこう流す時もこんな感じでこう顔につけないように、やる強いんだ、そうですよね、いろんなものが入ってるわけですもんね、そうなんです、ね、そうなんです。じゃあもう一つ、もう一つ、はい、はい、宮沢さんは多分されないと思うんですけども、はい、居酒屋とか行って、はい、おしぼりでお顔なんて拭かないですよね。ああ、たまにね、たまに拭く、たまに子供たち教える時にボール乗っけたりして、うん、こうやって見せてるから、はい、その埃がついちゃうんで、じゃあたまにですね、たまにですね、うん、でもたまにもやらない方がいいです、おしぼりは。そうなんです、おしぼりって普通の、うん、まあ、お湯とかぬるま湯だけがついてるおしぼりであればいいんですけど、うん、結構居酒屋とかのおしぼりとか、あとなんかこう袋に入ってるおしぼり、ありますね、あれはやっぱりね、お肌にこう負担がかかる成分が入ってるんですよね。それで拭いてしまうとやっぱりお肌がカサカサしちゃうので、殺菌のための何、そうああいう強いものがある、そうです、うん、私もやめます、やってるのどちらかっていうとうちのエリちゃんのが多いと思うね。うちのエリちゃんはもう、エリちゃん、お昼ご飯の時だってこうやって、してないですけど、その添加物っていうのはなんか強いんでしょうね、与えるものが、そうなんですよ、強いんですよ、薬品だとかがね、こういう情報が満載のメールマガジンなんかもあるんですよね、うん、そうなんです、ですね、うん、私が毎日配信してるんですけど、365日、はい、本物の肌を育てる美肌塾というメールマガジンを配信させていただいて、知っていただきたいこと、お肌に関して、うん、知っていただきたいことを配信してます。ご相談なんかも来るんですか？ビビビって来ます。でもこれは全部答えられないですね。いえいえ、答えます。答えますか？はい、答えます、うん、ただ例えば化粧品の使い方とか、うん、スタッフでも代わりになるような話であれば、うん、スタッフに返事してもらうんですけど、本当にお肌に悩んでて、うん、どうしたらいいっていう方にはもう全部答えます、私自身が、うん、結構時間かかりますけども、切実だもんな、はい、だってね、女性にとってね、うん、そうです、例えばこう化粧品外部からのアプローチももちろん大事だと思うんですけど、うん、中からっていう意味で、はい、食べ物とかどういうふうに気をつけてらっしゃいますか？はい、ではここで、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃんって先生が私ね、実はねこれね、持ち歩いてるんです、トマト、持ち歩いてるの、プチトマトで、なぜかっていうと、うん、私毎食一番最初に生野菜と果物を食べるんですね、はい、でなぜかというと、その生野菜と果物には酵素が含まれてるんです、うん、あ、で酵素が含まれてるものを最初に食べると、その後に食べるものの消化がこう助けられて、うん、あ、そういうことで、そうなんです、普通ダイエットするときに野菜を叩き込んでかと、その後、うん、あんまり食べられないようにしてっていうことじゃなくて、はいはい、それもあるんですけども、ちゃんとそれもあるんです、あ、それもあるんですけども、はい、その酵素の働きですか、そうなんです、フルーツも食べちゃうんですか、最初に、そうなんです、フルーツもいいんです、最初がいいんです、デザートじゃなくて、デザートじゃなくて、あ、うん、なるほどね、はい、そうなんです、でそれで普段はだから何か自分でこう食べるときには、ね、生野菜と、まあうんうん、サラダを頼んだりとかできるときには もうもちろん頼むんですけど、はい、そうじゃなくて何か集まりがあるときとか頼めないときってあるじゃないですか、はいはい、でそういうときに、カバンに忍ばせてるのをこう食べて、でそれから食事をいただくっていう、かわいい、トマトが出てくるんだ、はい、そうなんです、バッグからトマトが出てくる、そうなん、隠れてね、あ、いいね、いいね、ミニトマトってすごいいい発想ですね、そうなんです、ぐちゃぐちゃにならないし、そう、うん、ビタミンもリコピンも入ってて、そうだよね、こういうトマトで先生がいきなりこうやって言い始めたら怖いもんねそうですね、まあこれの方がね、あ、ちょっとでここら辺ダーってくるしね、ダーってくるですね、そうですね、はい、で、その酵素はすごく大事で、うん、で、その消化酵素っていうのをたくさん使いすぎると、だから噛まないとか、いっぱい食べすぎるとかっていうと消化酵素がすごく一生懸命働くんですね、はい、うん、そうすると皮膚をこう作り出す代謝酵素っていうのがあるんですけど、それまで消化酵素に回されてしまって皮膚の代謝酵素が少なくなっちゃって皮膚の肌荒れが起こってしまうんですね、だからきちんと、ね、消化するのはよく噛んで、で、まあ、その前に、ね、生野菜とか果物とか食べるといいので、うん、ぜひ実践してください、はあ、トマトはなんか、はい、運動選手はほら活性化酸素張りすぎるから、いろんなものを、そういうのを抑えるためにも、OK、ですトマトは大事なんだぞって言われて、はい、そんなありましたけどね、で最後になりますが、はい、格言をお願いします、はい、常識を疑えっていうことですね、
怖い、流されるからね、それに。そうですね、はい、もうスキンケアに関してはもう間違った知識情報ばっかりなんですね。でもう常識と思われてたものが実は全然違ったっていうことがあまりにも多いんです、スキンケアに関して。なのでもう常識を疑ってかかる、であの正しい知識を身につければもうそれで何が間違って何が正しいかってことを分かりますので、ぜひぜひ正しい知識を皆さんに身につけていただきたいなと思います。ありがたいね、はい、世の男性女性をね、うん、みんなでこう先生がね助けてくださいっていうね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、はい、こう旅館とかにいた時に、日本の旅館って、まあ、お茶受けお菓子がちょっと置いてあったりするとなんかちょっと嬉しい気持ちとほっとするし嬉しいなると思うんですけど、こんなおもてなしされて嬉しかったなっていう経験ありますか？いや、たくさんあると思うな。できるはずがないことがその人のおかげでその人の配慮でできたとかね、あるよね。旅館のお菓子はすぐ食べちゃうね。子供たちに行かれる前にすぐ食べちゃうから。すぐ食べる派ですね。何もなかったような感じしちゃうからさ。綾乃ちゃんはどうですか？そうですね、私実は旅館で働いてたことがあるんです。だからおもてなしする側だったことがあるんですよ。いろいろ気遣いが。そうですね、やっぱりお客さんの、うん、なんだろう、やりたいことっていうか、うん、この旅館に来た理由とかを先回りして考えて、なんかこうこの人だったらこういう風にした方がいいかなっていうことをいろいろ考えておもてなしするのが結構楽しかった。私にもそういう風にしてくれないかなってな、あれ足りなかったみたいです。ということで続いてご紹介する企業様なんですけれども、はい、人の心に寄り添うプロフェッショナルを育成することを目標に掲げています。こちらの企業様です。どうぞ。おもてなし、それは人の心に寄り添うこと。単なる型ではなく、おもてなしの心を広めていこうと活動する女性がここにいる。おもてなし心理学協会代表理事、株式会社プライムコム代表取締役アミノマリ。人材育成や企業のコンサルティングを行っている株式会社プライムコム。そのすべての事業の軸として発信しているのがおもてなしの心。それは信頼関係を築くための大切なコミュニケーションスキル。顧客に勧めるのは身につければ収益の増加に直結すると考えるから。今回アミノに国内外の企業人に注目されているおもてなしの心の本質について話を聞いた。元々のご職業は何だったんですか？はい、元々は、はい、クレジットカード会社に長く働いておりまして、はい、私はプレミアムカードのお客様のコンシェルジュデスクに長くおりまして、はい、まさしくその方々におもてなしを提供していた、経験を生かして今は独立をしているという感じです。で今回はその協会を立ち上げようとしているんです、はい、心理学協会、はい、でそのおもてなし心理学協会の中では、はい、こう人の心に寄り添えるプロフェッショナルを輩出していくということをミッションにしていきたいと思っていて、うん、今度オリンピックが2020年に来るまでの間に、はい、そのおもてなし力をアップ、うんさせたいというふうに思っていてですね、うん、でじゃあ具体的に何をしていくかっていうのを、まあ、協会の中で資格を発行して、うん、でその資格を持った方たちが広げていくっていうような仕組みを、うん、作っているところなんですね、うん、でその協会の中でいろいろこうステップがありまして、うん、いきなりおもてなしをお伝えするのではなくて、そのおもてなしを提供するのって相手のことをこう理解しないと
けなくて、でその相手が今何を求めているかとか、どういう、こう価値観を持っているのかとか、そういうのをこう理解するんですけれども、その相手を理解する手前でまず自分のことをちゃんと理解できる人、自分で自分の心を満たせたりとか、自分で自分のことをこう愛していけるような、こう最初のステップとしては自己理解を深めていくっていうところをお伝えして、次に他者理解を深めておもてなしを教えるっていうような仕組みにしているんですね。で、自分のこう自己理解を深めていくっていうのの最初のワークとして、いろんなことをやっていただくんですけれども、そのうちの一つとして、あの絵を描いていただくっていうワークを、はい、あの入れているんですけれども、はい、あの今日のんびりに、ね、番組が始まる前に一番もう絵が苦手なものなのでこれから何を判断されるんでしょうか、ドキドキしておりますけどね。テーマがありましたよね。はい、あ、テーマ、自分の、はい、そうですね、あのこの絵を描いていただく時のテーマが一番自分のテンションが上がる時のシチュエーションを、あの二人に書いていただいたんですけれども、はい、ちょっとあの見せていただいて少し簡単にあのご説明いただき、はい、お願いできればと思うんですけど、どこに出せばよろしいでしょうか。こちらですか。こちらですか。いや、あのとにかく海だとかそういう自然が好きでですね、で、まあ、ちょっと前に少しグアムに行ってパッと見た時にやっぱりこれだなっていう、その太陽が夕日が沈む時にバーッてあの海に映ってくるところがポッと出てきたんで、はい、ああこれだなっていう、これがその時は多分グーンと落ち着くんだろうけど次の日の活力になるかなみたいな、なるほど、何かあると車で海に行ってる自分がいるので、え、何なんでしょう、なんかテンションが上がる時っていう話だったんでお肉とビールなんですけど、でもこれ笑ってる、まあ、笑ってる時ってやっぱ一番幸せなので、かわいいな、これで笑顔っていうよりは笑うのが好きだよっていうので、やっぱ仕事してる時とかもふーってテンション上がる時があるんで、ありますね、そういうのもにやりでこのニュアンスなんですけど、あ、私も自然とか好きですけど、でもテンションガーッて上がるのはこの2個です、ね、はい、さっきお弁当食べたばっかりなんですけどね、なっちゃうんですかね、またですか、はい、みたいな、はい、恥ずかしくなってきちゃう先生いかがでしょう。ございます。これはその、はい、人それぞれ価値観が皆さん違いますよね、はい、というところも理解していただくわけなんですけれども、はい、あのお食事をしながらその食べること自体が好きというよりも、例えばその場の雰囲気で皆さんとこう楽しんでいるところが、こう人との関わりが、あのお食事という場面で表されているような場合だったりすると、その一人でいるよりもやっぱりその大人数や複数の人たちとのコミュニケーションの中で、あのエネルギーを得ていくっていうような方、すみません、もうね、はい、すごくこう社交的で明るくて寂しがりなんです。あのムードメーカーになられる絵の今ねも、これどうですか先生。これはあの、うん、おそらくその海という、はい、あの括りというよりも、うん、あの自然、例えばその森とか、はい、あのまあ、公園だったりだとか、ね、何かそういう日常と離れたところで、はい、あのエネルギーを、はい、あの入れていかれる方なんだろうなっていう、日常と離れたところなんですよね、だから分かんなくなっちゃうっていうみんな、あすごくあの繊細な、うん、あの方だと思いますね。そしてこう自分の現実を切り離して、うん、ちゃんと自分のこう内省する時間を大事にされる方なんだと思うんですよね。でその時間が必要なんですよね。だと思います。はい。そういうこう、まあ、この方はあの何を大事にされているのかとか、あのどういう時にどういうことが必要なのかっていうのをちゃんとこう理解できていると、コミュニケーションがうまくいったりだとか、本当のおもてなしってやっぱり今あの心を沈ませたいのかなというふうに思った時には、それをこう提供していくっていう、そういうふうに考えられるんですよね、人からね。そうですね、だから俺ガッチガチでしょいつも
人間がさ、だけど再生するためにはこういうところが必要な人なんですね。必要ない人もいますもんね。常にガッチャガチャじゃなきゃ嫌な人もね、いますよ。指している人たちですか。ね、そうなんです。その方がまあ何を大事にされているかっていうのを把握して、ね、まあ、コミュニケーションを取っていくというところですね。面白い。ちゃんと分かってよ、僕のこと。分かりました、ね、繊細なミシェルさん。繊細な、繊細ガラガラなんだけど、時にはそういうことが必要なんです、ね、なんか勉強になりました。勉強になりました。ハモっちゃいましたけどね。これまでのですね、経験を生かして、まあ今さまざまなことにあのチャレンジされてるかと思うんですけれども、これからさらにやりたいことってどんなことですか？はい、そうですね、先ほども少しお伝えしたんですけれども、その一旦は今オリンピックが来るまでの間に企業やそれから個人の方々のおもてなし力をアップしていくっていうのをしていきたくてですね、あの日本人女性として何ができるのかっていうのをちゃんとみんなが一人ずつこう自覚して周囲に発揮できるような、そういう社会にしていけるといいなというふうに思っています。自分のことも分かっていながら相手のこともね、海外からの日本のその、まあ、竹川さんがおもてなしってやったけども、うん、はい、それって海外からするとある面おせっかいのところもあったりするわけ、うん、っていうのはなぜおせっかいに感じるかって、そんなことまで外国人同士だったらやってくれないことまでやってくれちゃったりするから、いやそれはいいよそこまでっていうないんだよ向こうの環境にね。だからそういうのはでも伝わってくるんだ、何人しかいると。そうですね、何を一番求めてるかっていうところをね、こう引き出していくことがやっぱりおもてなしにつながるのかなと思いますね。そうか、何を一番求めているか、そうだね。最後になりますが、もう最後ですか？そうなんです。もうちょっと引っ張りましょうか。いや残念ながらちょっと今回はですね、最後に格言をお伺いしてお別れとしたいんですけれども、はいはい、すごい大それたものではないんですけれども、はい、私は常に大事にしていることは自分の気持ちに正直にっていうのをいつもいつも自分に落とし込んでいます。なんかその自分の人生って、うん、自分がやっぱりこう舵を取っていく、その誰かに何かを言われて動くのではなくて、本当に自分がやりたいことかなとか、自分の気持ちに嘘をついてないかなとかいうことをいつもこう自分に質問をしながら、それに忠実にあの生きていくということを大事にしています。ね、難しいことであると思いますけども、はい、正直だからこそだって綺麗でもらえるということ で、ね、ありがとうございます。今日はいい勉強ね、はい、させていただきました、ね、本当に女性として、ね、最後に聞きたいことが今あったんですか？お知らせがあるっていうお知らせが ありがとうございます。そのおもてなし心理学協会が立ち上がって第一期の、講座をですね8月にあのスタートしますので、その自分をもっとよりこう深く知っていきたいとか、他人のことをもっと理解して寄り添い力をアップしていきたいというような人たち向けにあの講座をご用意していますので、あのぜひあのお申し込みいただけると嬉しいです。私本当にお話はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、本書を読み始めることによりあなたは自身のつらかった経験を手放していくことでしょう。過去のトラウマやインナーチャイルドを手放し癒すことで究極の愛で守られていることに気づいていくはずです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、本当の幸せ。この本を書いたのはスピリチュアル美容師の岡本雅義さん。美容師としてだけではなく一語術ヒーラーリーダーとして活躍する岡本さんが本当の幸せを見つけた実話をもとに書いたスピリチュアルカウンセリング本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。